し、フェイエノールト上田綺世さん、CL の舞台でまさかの PK 失敗。フェイエノールトは欧州 CL のリーグフェーズ第2節でジローナに3-2で勝利、今大会初勝利を収めた。上田綺世は前半に痛恨の PK 失敗。これまで PK を失敗した全2試合ではゴールを決めていたが、この日は得点なく71分間の出場となった。上田って PK 上手いイメージあったんだけどな。ベルギーでも代表でも外してないだろ。上田本当に持ってないな。相手の OG 2発で勝ったからいいものを、これで負けてたら確実に上田が先般扱いされてた。上田が PK 外すの久しぶり見たわ。せっかくの CL でアピールしたいのに持ってねえわ。こういう舞台では普段成功してても失敗してしまうのはよくあるからな。上田が外すのは久しぶりに見たけど。ヒメネスいない間に結果残さんとあかんのに。PK だけじゃない。それ以外に2回決定的なチャンス潰してた。この日の上田はブレーキだったね。あの PK を決めていれば前半で1-3になって完全に流れをつかめたのに、あれが止められてジローナが流れになってしまった。そして後半の決定機をシュートすら満足に打てずに、その後に同点弾を食らったからね。あれ、味方がパス出さなくなるよ。上田はダメだったね。PK はコース甘いし後半にあったチャンスも不意にしちゃったし、チャンスはしばらくあるだろうからとにかく結果出さないとね。本間門の懲罰交代されてるじゃねえか。